神戸ライナーの車両中国バスイスズ、スーパークルーザー SHDULV771R1990 年式神戸ライナーは、兵庫県神戸市と広島県福山市、府中市、尾道市、セラ郡セラ町を結ぶ、中高高速バス路線。中国バスが単独運行する。全便予約制だが、座席は自由席である。原則として、乗車前に、 あらかじめ乗車券を購入しなければならない。当日空席がある場合に限り予約なしでも乗車可能。以前は、神戸市内生田川 IC 阪神高速道路3号、神戸線スマ料金所第2新名道路、妙谷ジャンクション神戸淡路鳴門自動車道、神戸西インターチェンジ山陽自動車道マイナスという経路だったが、所要時間見直しのため、現在の経路に変更された。 また高須インターチェンジ国道2号の経路も、小道市内のバス停見直しの際に、経路廃止された。府中線、小道線ともに、三木 SAA、木々サービスエリアにて、休憩あり。原則として4列、シート、トイレなしの車両が使用される。高速バスの運行状況国土交通省中国運輸局4-1神戸ライナー時刻改正、始発地変更のお知らせ。 中国バス。2021年4月28日閲覧。2020年3月30日神戸ライナー時刻、改正について。中国バス。2021年4月28日閲覧。高速乗り合いバス運休について、幸福ライナーカブトが2号、三好ワインライナー、ビンゴライナー、宮古ライナー、神戸ライナー。中国バス。 2021年4月28日へ閲覧。2021年4月1日、平成車庫の廃止及びバス路線の経路変更のお知らせ。中国バス。2021年4月28日へ閲覧。ありがとうございます。